はい、こんにちは。今日は2017年の、7月の 13? そんなもんですわ。すいません、わかりません。暑くてよくわかりません。はい、ということで、ここは千葉県成田市、大江地区というところなんですけどもね、北総第一にてオーガニックファーム百姓農園という農園をやっている DJ ユミキーヌでございます。ゴーヤですね。こちらゴーヤです。で、向こうにあるのがインゲンなんですけども、さあ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 、もう秋作も佳境でございます。ね、ゴーヤの向こう側は三尺ささげと、ね、こうやってアングル立てるものもありますということで、今日はね、幾分あの熱症にはならない程度のあれなんでしょうか、よくわかりませんね。まあ、あの農業はね、基本的にあのしんどくないということはないので、もう手もこんな感じですよね。泥だらけでございますね。午前中でペットボトル2本なんかね、どんどんなくなってきますんでね。まあ、あの熱中症に、ね、なってはいけないんですね、百姓というのは。誰も同情してくれません、倒れたら負けでございます。太陽熱マルチですね。これが人参の後半戦ですね。こうやってこう 50m 何本かあって、これ後半戦なんですけども、このね、ビニールの、透明のビニールの中はきっちりとね、草を抑えることができるんですけども、間はね、こうやってどうしても畝間はね、草が生えてきます。で、こうやってこう今専属スタッフ愛さんがね、ああやってこうやってるの見えますかね。やっぱりどうしたってこう、まあ、あの真ん中をこう、サクったところでどうしてもこうやってね、端っこが草生えてきますので、こいつですね、おそらく私が収納して最も使っている大事な道具ですね。クワ、我々業界の中ではジョレンって言います。これね、こう使いますね。まあ、あの毎晩ね、研修時代はこれ毎晩炊いて寝るんですね。そうしろと言われるんですよね。嘘だと思うでしょ。まあいいんですけど、そんな感じでね、ちょっと動画のセッティングがうまくいかないんですけども、まあまあよしとして、こんな感じでね、進んでいきます。よし、ね、簡単そうに見えますけど、意外とこれやってみると難しいんですよ、ね、この角度をね、いろいろ端っこのところとか、真ん中のところとか利用して書いていきますね。これもね、何気なくやってますけど、技術がいりますね。農業というのはすべからくね、何ですか、技術でございますね。理念ではございませんね。これをね、何分でやるかというね、身につけなければプロになることできないですね。こんな感じでこう綺麗になっていくんですね。はい、暑いんですよ皆さん。ね、ビニールを破いちゃいません。ビニール破いちゃいましたけど。いや、もう世間ではね、梅雨明け宣言してないと思うけど、もう実際梅雨明けですよね、これね。草との戦いですね、夏はね。よし、こういうね、クワの使い方がね、うまくならないことにはいけないですね。セッティングがうまくいかないんで動画はここまでしますけどね、こんな感じでね、畝間をきれいにしていきます。ちょっと曇ってるにしてもやっぱ31度2度ぐらいね。外で働いてるね、人たち、僕らもそうですけどもね、百姓もそうですが、建設関係の人ね、いろいろ外で働いてる人は本当にご苦労様でございますね。外で働いている人たちって本当に俺は尊敬してますよ。立派でございますよね。
肉体労働者ブルーカラー万歳ってことでね、そんな百姓農園の、人参のね太陽熱マルチのうねまを除草している桑でね除草している百姓農園の一日でございました。それで